動物の爆発では、動物が爆発を起こす例と、人為的に爆発させられた例について述べる。いずれも稀な現象あるいは行為であるが、有名なものとしては、クジラの主体が腐敗や解体作業により爆発する事例が知られている。他にも、自己防衛のために意図的に爆発を起こす動物が報告されている。また人間が軍事目的で爆発させた例がある。 自爆あり昆虫の中には群れを守るために自分を犠牲にする利他的行動として爆発するものがある。このような行動はオートサイシスと呼ばれている。例えば東南アジアに生息する自爆ありなど数種類のありは巣を侵入者から守るために自発的に爆発することができる。自爆ありの働きありが行う自爆はオートサイシスの典型例である。このありには 一般的なものより大きい毒で満たされた化学栓が全身に伸びている。侵入者との戦闘が不利になると、このアリは腹部を猛烈に収縮させて破裂し、全方位に毒液をばらまく。グロビターミーズサルフィウリアスなど多くの白アリの種のコロニーにも同様の目的のために自分の体を分裂させ、有害で粘つく液体をばらまく兵隊アリがいる。 1932年1月、オーストラリアのタウンズビルデイリー・ブレティン氏が、ケネディクリークの農場で、父牛の体の一部が爆発し死亡した、と報じた。伝えられているところでは、この牛は草を食べている時に誤って、ライカンを食べてしまったのだという。そして父を絞られている最中に反数をしていて、ライカンを噛み砕いたとされている。牛は、頭が吹き飛び、 父絞りしていた農夫も吹き飛ばされ、意識不明になった。1910年には、ロサンゼルスヘラルド氏が、酵母を食べたカモが爆発したと報じている。動物が自然に爆発する現象には、他にも様々な原因が考えられる。例えば、座礁クジラの死体が爆発する現象は、死体を分解するバクテリアが排出したメタンガスが体内に溜まることで発生する。 2005年4月、ハンブルクイコールアルトナの自然保護当局が、ヒキガエルがガスを溜め込んで爆発し、半径1メートルの範囲に内臓を撒き散らすという現象を発見し、世界中で報じられた。この一件で、地元住民はもともと、ヒキガエルの池と呼ばれていた池を、死の池と呼ぶようになった。 このヒキガエルが爆発する現象は特に午前2時から3時の間に頻繁に起こると報告されている。2005年4月26日、環境運動家のベルナースモルニクは少なくとも1000匹のヒキガエルが数日の間に爆発して死んだと主張した。彼によれば、このヒキガエルたちは通常の3.5倍の大きさに膨らんで爆発し、最大1メートルも内臓を撒き散らすという。 ベルリンの獣医師、フランツ・ムッチマンは爆死したヒキガエルの死体を集めて研究し、少し前から池に殺到していたヒキガエルの天敵カラスが関係しているという仮説を立てた。彼によれば、爆発の原因はカラスからの攻撃と本来ヒキガエルが持っている体の膨張という威嚇能力にあるという。この地域のカラスはガエルの胸と腹部のへこみの間の皮膚を貫き、 器用に肝臓を引き出して食べる。これに対抗するため、ヒキガエルたちは、自らの体を膨らませるのだが、体に穴を開けられ、肝臓を失ったところから破裂が起き、内臓をまき散らすのだという。同様の現象が突然連続して起きたことについて、ムッチマンは、カラスは知的な動物。彼らは、ヒキガエルの肝臓を食べる技をしばたたく間に、習得したのだと説明している。 その上で彼は、このような現象はさして珍しいものではなく、単に市街地で起きたために人目を引いたのだろうと述べている。他にも、ウイルスや菌の感染が原因とする説も提唱された。同時期に、外国から近くの競馬場にやってきた馬が感染症にかかっていたこととの関連性が疑われたが、研究所での検査では、引き返るの死体から伝染性の病原体は、 見つからなかった。同じ頃、デンマークのあるラジオ局が、ユラン半島中部のラスビー付近の池で、引きガイルの爆発現象が起きていると報じた。人間は、歴史上、爆弾などの兵器を動物に運搬させて爆発させる、様々な試みを行ってきた。中国の早朝期には、お牛に大きな爆発物を背負わせ、自走式ミサイルのように敵に突撃させた。 第二次世界大戦では、アメリカがコウモリに小さな焼夷弾を運ばせるコウモリ爆弾を研究していた。イギリスは対ドイツ特殊作戦のための兵器として爆薬ラットを開発した。ネズミの死体に火薬を詰めてドイツのボイラー室近くに放置するというもので、ゴミとみなされ炎に投げ込まれることでボイラー室を爆破するという流れを期待したのである。 結局最初の輸送軍がドイツに捕らえられたため、爆薬ラットの実用には至らなかった。しかし、ドイツ軍は同種の罠が他にも仕掛けられていないか調査を余儀なくされたため、イギリス特殊作戦執行部はこの作戦を成功したと結論付けた。同じ頃、ソビエト連邦はドイツ戦車を撃破するために爆弾を持たせた対戦車券を開発した。その後も、 敵の潜水艦や軍艦を攻撃させる、いわゆる、神風イルカを開発したり、ロバやラバ、馬に即席爆発装置を運ばせ攻撃した事例も報告されている。昭和期の日本の男児の遊びの一つとして、カエル爆竹というものがあった。ダカシアなどで爆竹などの火薬が容易に手に入る時代だったことから流行したもので、野生のカエルの尻や口に爆竹を突っ込んで、 爆発させるというもの、ありがとうございます。